はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5、続きをやっていきたいと思います。あと67ヶ月以内に核武装をするということで、ちょっとミッションの内容を確認していきましょう。アメリカの戦艦シークレットプランが我々の海域に避難してきました。船長は世界大戦の勃発を避けるために核ミサイルの発射を拒否し、そのまま軍務を放棄したようです。目的24ヶ月以内に核ミサイル施設を建設すると、ありますけれども、まあ、一応引き延ばしてね、あと67ヶ月になっています。で、核武装自体はここから核の軍事利用がね、あと9ヶ月で終わるので、まあ、これさえ終われば多分即立てしてクリアはできると思うんですけれども、ちょっとねいろいろと街を発展させてから、先へ進みたいと思います。まずはタスクを確認しますか。革命を叫びながら更新していた最中、キャビンだったらまあこっちの観光地予定のとこに建てますか。まだこっち全然ね開発が進んでないので、キャビン、あれなんて言ってた、キャビン、新たなキャビン、じゃあキャビンはまたこっちに建てますか。向き的にはじゃあここか、ここの、あ、土地が傾斜しているキャビン地帯にしましょう。で、軍事施設は一応ここに2つ建ててて、ここら辺があんまり機能してないんだよね、そういえば。あ、機能しだしたか。輸入がうまくいってくれれば大丈夫かな。予算を上げよう。じゃあここは鉄がないんだっけ。あれ今どういう状況、ちょっと鉄、金、金、魚、石炭、ボーキサイトを、輸入してるんで、まあこれでいいかな。鋼もちょっと1個輸入しちゃう。いや、たっけえな、ただ鋼。まあいいや、自力で作ってもらおう。あとはここら辺のさ、港だよね。マジで港が分かんない。積載量オーバーってどういうことよ。予算上げるか。港の予算はそんなに高くないからね。で、こっちの港も予算上げますか。じゃあこれどうなってんの、石油精製所みたいな。石炭液化、これやろう。で、ちょっとロードが入って、あと一応予算も上げとくか。そんなに高いもんじゃないからね。あ、ここに作られてる、やっぱりあるんだね、石油的なやつ。あ、軍事施設の新設が2分の1になってるんで、刑務所はやっぱりダメか。軍事施設とは見なされないんで、じゃあもう1個兵舎作るか。どこにしよっかな。あんまりね、もう今反乱も起きないんで、特にって言った感じではあるんだけど、じゃあこっちの端にまた建てますか。ってことはやっぱり核ミサイル施設 OK ですと。石油的な、これだよね多分。これ石油っぽいよね。ちょっと油田をもう一個立ててみる。これなら電力の範囲外か。電力供給、ちょっと待って、電力供給ってここにあるけどさ、監視塔じゃなくて発電所どこまで、多分ギリギリ足りてないんだな。じゃあ発電所をもう一個作るか。原子力発電所はね、ちょっと1個しかできない。地熱なんちゃらみたいなのがあるよ、そういえば。ちょっと待って。火山ってどこにあるんだっけ？これ？火山？いや、違うな。この島には火山がないか。火山はなさそうだね。その代わり噴火も起きないと。なさそうだね。じゃあ、ちょっと発電所を1個ここに作ろう。なるほどね。そういうことか。ではではでは、こうだな。で、即立てで
8600円か。やっちゃおう、やってしまいましょう。でさらに石油の精製所、これさっきいい向きがあったんだけどなここら辺、まあいいや、ここにして、でまあこのね発電所ができれば電力はすぐ供給されるんで、まあ全く問題はないと。これは全部やろう。空気フィルターとかってやってあったっけ。やってない。もうとにかく金をかける、発電所は。よし。でここね前回無駄に撤去しちゃったからな。あなたの無謀かつ卑怯な行動の数々を見た軍国主義者たちがあなたこそ真のリーダーであると称えておりますなんだそりゃ。銀行に金を増やしていこう。しょうがない。じゃあアパートを撤去してしまったんで1個だけマンションを建ててあげよう。しょうがない。いつも分かんない向き、こうか。よいしょと。でまだ55ヶ月あるんで余裕はありますね。ここの区画を何か建てよう。スーパーマーケットだな。スーパーマーケットを縦にやって、で病院的なものってこっちの方あったっけ。ここら辺の近隣の人たちが、てかあれを見よう。まず収入はもう半端ないでしょ、絶対大丈夫で。娯楽が少ないのか。娯楽がちょっと少ないね。娯楽と宗教が少ないのか。警察署の数は3、食のバラエティは5。医療環境の不足により死者222ってやばいな。ホームレスもやばいな。失業者もやばいな。ここら辺だな、やっぱり病院だな。病院建てよう。ということは診療所とかってさ、ここら辺に建ててさ、なんか意味あんのかな道路に面してなきゃいけないとかってさ、そういう風になってくるとね、ちょっと厄介なんだよね。道とさ繋がなきゃいけないようなやつ、こういうやつは大丈夫か。ちょっと置いてみる。置くだけ置いてみよう。で意味なかったらなんか意味ないよマークが出るんで、すぐ裏手が工場っていうのもなんかな、だからな、スーパーマーケットの横から入ってくる。いやなんかすげえやっぱり不安だな。こっちに建てるか。ちょっと工業地帯の方に行き始めちゃったけど、まあしょうがないよね。病院をじゃあ1個置きましょう。ホスピタルはこうで、診療所だな。診療所、やっぱ病院はね、まず診療所から行かないといけないんで、いきなり大病院に行っても紹介状とかがないとね、普通はいけないはずなんで。なんかよくわかんないけど、ここら辺にポコッと1個置いとこう。大変そうだな、あの診療所。あと今なんだ、何の音がした、シャキーンってなったよね。まあいいか。で建設業者と運送業者ももう一個作ろう。建設業者と運送業者、ここを稼働してもらおう。でこっちの方が全然あれだよね、何も作られてない。まあそれはいいんだけど、食のバラエティとかってどうなってたっけ。なんかあんまり多くないよね。輸入する？輸入しよう。もう金に物を言わせて、肉を輸入しよう。2つ魚も輸入しよう。トウモロコシも、てか輸入とか食がさ足りてんだか足りてないんだかよくわかんないんだよね。食のバラエティだけだとちょっとわかりづらいからな。で明らかに医療環境が不足してるのと、ホームレスも出始めてるから、まあやっぱり住居か。ここら辺ちょっとまた住宅を建てる。この間にもういいや、
家を建てまくろう。一般住宅をもうひたすら建てる。ちょっと待って、もうすげえ詰まってんな。なんとなく開けとく。ちょっとこれで機能するかどうかだな。よし、ちょっとこれで様子を見よう。あとはこっちのこいつが、あ、機能してねー。軍事力を得たことですし、ちょっと待って、何か大胆な行動をして結果を見てみましょう。え国際的な事件を引き起こす。いいよ別に。軍国主義者の支持度-10。いいよ別に起こさなくて。あ、でも大丈夫か。機能しだしたな。これが相変わらず機能してないね。鉄と石炭でしょ。だって鉄と石炭って輸入してるはずだよね。鉄と石炭、まあ、ただこっちの自動車会社は稼働してるから、まあ一回ほっといて。あとはこれ何。あ、そうだ、これ作ったんだ。いらないわ。もう破壊しよう。ちょっと今それどころじゃないんだよね。医療環境の不足。もうここはね無理だよ。もうちょっとごちゃごちゃしすぎてるよ。全然わかんないもん。どこに何を作ったらいいんだかさっぱりわかんない。こっちのさ空いてるところにさ、一般住宅また建てる。もうこう横並びにさ、もう全部住宅建てようか。もうそうしよう。では住宅をひたすら建てて、よいしょ。ちょっと道路が曲がってるかな。よし、こんな感じで。さらにさらによ。この間とかはもう医療施設は建てられないか。タスクはあるね。楽観的になりキャビン4つ。平和の使者としてのあなたの奮闘はまさに寒類ものです。しかしながら、それも上げとくか。アメリカは結構高かったもんね。でさらに教会の警察署の建設業者の高校の大学のプレジデンテ、空母がアンロックと、これなんだっけ、図書、これ図書館で、これが診療所。ただ診療所はもうマジで足りてないから、病院一つ建てるか。ここら辺に建てられる幅があるか。入れるね。ホスピタルと、あとはまたホームレス対策をしていかないといけないんだけど、ここ機能してるよね。よしよしよし、こういうのは機能するんだな。食料雑貨店、娯楽が足りてないんだ。キャバレーか。裕福な観光客、古代遺跡、ちょっとつなげる。どうやってつなげればいいんだ。まずは古代遺跡を配置しないといけないんだっけ。ペチョッと。で、そこから道路をつなげていきます。どうやって?なんかわかんないけど、とりあえずここからつなげよう。道路伸ばして、ここから行けばいいから。ほい。で、一応こっちからも行けるようにしよう。ほい。で、ほい、ほいと。で、この古代施設を訪れる人たちがいるのと、空港がアンロックされたよね、そういえば。空港、飛行場か。飛行場を建てよう。じゃあ飛行場はもうここら辺でいいかな。
わ、ダメだ、土地が傾斜してんね。ここに飛行場を建てるとさ、このキャビンみたいなの超うるさいよね。飛行場はやっぱなるべくね、住宅街とかそういうところは置くのまずいからね、ここに置こう。港近くで、ここら辺にもな、バラックが建ち始めたな。そうするとやっぱりこっちにもな、住まいを提供してあげないといけないか。タスクが来た、音がした。真面目に対応してし、あれ飛行場今作ってるとこなんだけど、ちょうど来年は選挙の年です。はやりましょう。もう全然余裕だね。もうちょっとね、管理が分かんなくなってきた。これが道路につながってない、すっかり忘れてたわ。どういう道だ、こういう道か。でここをつなげて、でちょっとこっちもつなげちゃおう。でつながったことにより、あーやっぱりあるね、こういうのなんか発掘してくれてるわ。あとこれも多分そうだよね。じゃあこっちに作ろう。どのくらいの距離離れてていいんだ。ここにして、電力会社の範囲外です。電力ってそんなに届いてない。一旦じゃあここを伸ばして、伸ばして、ちょっと待ってね、こういう感じ。まあいいや。でじゃあ電力会社を1個こっちに作るか。また電力、電力発電所即立てだな隣にあるのもちょっとやだよね。少し離しとこう。もうこっちの方とかさ、あれでしょ、伸ばさないでしょこれ以上は。でもここはもう完全に電力会社用だな。ほい、よし、 OK。 なんかここにもあるね、ここにも一つの建物につき一つしかやってくんないのかな。いいや、じゃあもう一個建てよう。これいくらすんの。1万円もするじゃん、よくよく見たら。ほい、ここに置いて、でまた道路をつなげましょう。天然資源はねやっぱ結構重要だからね。でこことこっちもつなごう。もうよし。いや金はだってもうすげえ有り余ってるよ、本当に有り余ってる。でここにじゃあ農業施設を1個作るかどうするか。家を作るかどうするか。ちょっと待って、なんか変な人にカーソルが合ってしまった。もう一回見よう。医療不足による死者、これはね多分ある程度月日が経たないと改善されないと思うんで、まずホームレスだな、本当にホームレス。住宅街、住宅街というかアパート地帯を、こっちはね港町だからあんまり住宅をね置きたくないんだよねまあそういうねどうでもいいことにこだわるから、俺はそのゲーム的な効率じゃなくて、なんかあくまでも自分の趣味みたいな。ちょっと待って、これ枯渇したところには道路を広げられないんだ、そういうこと。じゃあカーブが急、あこうやっていくしかないんだね。でここまで伸ばして、ちょっと待って待って待って、どういうことよ。ここには道路が置けないから、いいや、もうこのままこうやってつなごう。さてさてさて、完全住宅街。ここに高校があるからしょうがない、ここはちょっとマンション地帯にしよう。で最終的にはタワーマンションとかもね、現代になったら建てちゃい、建てたいっちゃ建てたいからね。
じゃあここにマンションを置いて、マンション2つ置く？で3つ、ここにも置けるね、4つ。この工場がなんかあれだな、変な感じがするな。で駐車場を1つ置こう、この工場の駐車場。さらにちょっと空いてるところにまた駐車場を置こう。土地の有効活用。スーパーマーケットだっけこれ、酒場か、酒場の隣に置く。で廃棄物処理場のところにもなんとなく駐車場置いとく、空いてるからね。ほい。でちょっと裏道的な感じになっちゃうけど、こことここつなげたい。でこれなんだっけ、我々は選挙の結果、選挙大丈夫、宝石か。平和の使者としてのあなたの風貌はまさに寒類。飛行場ができたのか、飛行場の金をどうする。プレジデンテ、気温が異常なほど上昇しています。干ばつ、暑すぎ、選挙の結果が出る。気温は観測史上最高を記録し、降雨量は観測史上最低を記録したわ。お、ちょっとやばくないか。農家のみんなには気の毒だけど、私の雨乞いダンスも。プレジデント、銀行建設、新たな銀行。ちょっとそろそろあれだね、各保有施設を気にしないと。てかすっげえな、銀行ってどこに置いたっけ。これに置いたよね。じゃあ1個こっちに銀行置くか。うわ、置く場所がなここも詰まって、干ばつすっげえな。これどうすればいいの、どうにもできない。我々は脳をスキャンし、宇宙施設的なのができたけど、ちょっと待って、ちょっと待って、一回止めよう。一回止めて、まず銀行。銀行ってこっちの方にあったっけ？ところ狭しとなっている、ここら辺の地、これ銀行だよね。そうか。じゃあやっぱりこっちに一つ銀行を作るべきだな。ここら辺の人たちが利用する銀行。銀行は銀行でさ、銀行は確かね、道のところに作らなきゃいけない気がしたんだけど、銀行ってどれよ？あ、これだ。あ、そんなことない？な、ここも邪魔くさ診療所。いや、ここに立ててみよう。で、即立てしよう。もう6000円なんて楽勝。で、どうする？もう金あるからさ、入居者いなくね？全然いなくね？必要な幸福度。裕福度、貧乏。貧乏人でも入れるけどさ、なんなのこれ。質がよろしくないのか？世帯数12分の8。これ12分の1だけだよ。ここに至っては住んでないよ、人が。どういうこと？マジでわかんねえ。近代化した方がいいかな。77,000円。これってさ、単純にさ、アパートがマンションになるってだけ？アパートの、だって世帯数って12でしょ？金あるからな。どうせさ、次のさ、ところに行ったらさ、まだ入ってないところもちょいちょいあるね。まあ、ただ、一般住宅はそれなりに、これ埋まってないわ。まだ引っ越しが終わってないのか？ホームレス127、簡易住宅も作っとかなきゃダメ？まあ、じゃあ簡易住宅はちょっと安っちいとこに作っとこう。いや、一般住宅と簡易住宅、そういうのあんま意味なさそうだけどな。まあいいや。この空いてるとことか、じゃあ、産業廃棄物処理場の近くとか、すんげえ、質が悪そうだな。
じゃあここの列に簡易住宅を少し並べますか。まあ、簡易住宅って言っても家だかんね。家一軒買うとするとそれなりにかかるでしょう。いくら簡易住宅とはいえ、そりゃ貧乏人は無理だよ。てかまあ貧乏人でも住めるあれだけどね。あれ今のとこできなかった？あー枯渇してるから無理なんだ。じゃあとりあえずこれでいいや。で銀行表来ました。あれ火事が起きてる。ちょっと待って、消火隊消火、警察署も1個作っておくか。もう1個警察署を作ろう。そういえばさ、政策的に警察署の数だけなんか、うわ超治安が悪い。速立てして、でかつ消防隊と無線システム、警察署ちょっともう一回見よう。どう治安、うわこっち悪る。ここに1個警察署建てよう。待って、幅がない、幅がマジか。こういう感じで建てて、こういう感じで建てて道路を持ってこよう。無理、道路持ってこれない。いや無理だ、ここは道路持ってこれねえわ。ちょ待って、じゃあこれあれだな、建設中止、返金されますと。でそろそろ隔離用、ちょ待って、これどうなってんだよ。やりました、私が秘密の思いだ。あ干ばつはあれなんだね、生産してないっていうことか。じゃあちょっとそろそろ核施設を作りますか。21,600円、まあ、この原子力発電所の近くに建てておこう。じゃあここでこれを即立てしよう。 OK やりましたな、プレジデンテ、あなたのリーダーシップのおかげで戦争は回避され、我々はでかくて新品の核ミサイルまで所有することになりました。トロピコの民と世界があなたに感謝しております。多くの一般人はあなたの英雄的行為によって平和が守られたことを知らないようですが、恩知らずの愚民のことなど気になさる必要はありません。権力者たちは皆分かっておりますからな。アメリカ大統領と、ソ連共産党の書記長はあなたの迅速な行動によって軍人たちの暴走が食い止められたとして感謝の電報を送ってきております。それからズワインシュタイン博士が時空の流れにおかしな点があるとか言っていた。なんだそれ。まあ博士が解決してくれるから心配することはないでしょうと。 OK、 金が大量に余っちゃったね。こういう金もね、多分ね使い果たした方がいいと思うんだけど、まあただ結構ね安泰だからね。それでまた経済難易度とかを上げるとね死亡する可能性があるから、もう本当にビバプレジデンテは、申し訳ないけど最低でやっていきますと。で次はミッショングランドスタート、さまざまな問題に対処しながらウランを輸出しろ。ウランとかバオバオの方が良くないか。まあいいか、とりあえずそれは、カヤドフォーチュナとバオバオの状況を見て、やっていきましょう。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。